試合終了間際、川崎ミッドフィルダーエデュアルドネットは横谷を倒した後、足を踏みつけてプレーに戻ります。試合終了後、このプレーに納得がいかない横谷が抗議、乱闘騒ぎに発展してしまいます。仲裁に入った川崎ディフェンダーエデュアルドは怪我をするなど後味の悪い試合となりました。